遅くなりました皆さん。なんか熱い。やってたの？さっきまでね、さっきまでっていうか、なんかね、ちょっとローマバさっきまでちょっとローマバ強くなりたくてね。言ってたんですけど、ちょっとバタバタして、配信するって言ったのはいいものの、ちょっと準備ができてなくて申し訳ないです。遅くなっちゃいました、いろいろしてたら。こんばんは。ルーちゃんが加入してくれた連合軍勝ってるよ。え、そうなの？嬉しい。で、iPad だから見やすい。あ、大きいリボン。リボンもあるよ。このリボン毎回超かわいい。こんばんは。こっちにもね、お花があって、白飛びすごい。それな、それなでござる。で、今からね、ちょっと待って、今からね、サマステの告知をしようと思っていますが、8月10日にサマーステーション、サマステに今年も出演させていただくんですけど、その選考、抽選選考受付が今日で締め切り。なので、その告知をしたいと思います。そう、あと13分なの。あとね、生誕くじも明日から始まるし、絶賛ロードモバイルもやってるし、写真集も発売されます。嬉しい。やばい、ローマ字で売ってるからローマ字が入っちゃった。
サマステ。ローマ字しか打てない。逆にひらがなが打てない。しかもさ、なんか2回あるのかな、そもそも。なんか冷まして嬉しいな。夏といえば今文を書いてるので待っててください。できたかな。なんか最近めっちゃ電波悪くて、残り10分ですって。ゲリラ配信じゃないよ、メール送ったよ、配信するって言って。ひらがなつないの一緒。こんばんは、初見さんだ、嬉しい。ポストされてる？嬉しい、さまし。なんか本当今日本当に現地でトーク変えた握手会ありがとうございました。ルルちゃんはね熊本にいます。帰っちゃった。悲しい。ルルのこと思い出したら涙が出るくらいには寂しいですけどね。今日もねトーク会とかでみんなが心配してくれたり、ルカの生活をとか、みんながやっぱり会いに来てくれたから嬉しかった。嬉しいの前のリボン可愛い。これ毎回つけるからね。嬉しい。ルカのマイリボンはこれなんですけど、これ見える？え、顔ちっちゃい。嘘、待って、小顔効果があるこれ。じゃん、かわいい。こういう大きいリボン欲しい。ねえ、かわいすぎないこれ。そうでもね、現地で東海は今日で終わりじゃなくてですね、皆さんなんと9月も幕張メッセが追加日程で決まりました。やったー。なので、あの終わりじゃないんですよ、まだ愛のホログラムのトーク会は。なので皆さんぜひ待ってます。あの
まだ申し込みは、ね、始まってないんですけど、あとお花ちょっとこれねちょっと枯れちゃってきたんですけど、あのお水につけるのかな。あと見て、後日ねいただきましたお花、嬉しい。ちょっとスクショタイムするか。はいチーズ、はいチーズ、かわいい。で、あ、ごめんね、くまもん、くまもん、ごめんね、くまもん、ごめんね。ちょっとまた生誕祭のディスプレイは本当に、あの本当に素敵な素敵なディスプレイをいただいたんですけど、なんかいつも生誕祭が終わったらなんか持って帰りますかみたいな、家にって言われて、持って帰れるものは全部持って帰りますって言ったんですよ。だからあの段ボールがあるんです、あの段ボールに全部入れてもらってるんですよ、あの風船とか。そう、持って帰れるものいただいたので、だからそれもまだ整理できてなくて、実は生誕祭から。そうだからまた改めて配信したいなって思ってます。そう、あと今言わなきゃいけないことは、そうね、このお花もあの私がガールズアワードに出た時の衣装、このリボンも、大きいリボンもね、ガールアワードに出た時の衣装が再現されてあって、本当にすごすぎて、すごすぎて、めっちゃいい匂いだし、見て、あ、かわいい。ちょっとなんかこの見せれるかな。でもね、またもう一個あって、あ、で2個あった。ちょっと待って、そう、モデルのあのランウェイですかね。モデルなんてちょっと恥ずかしいっていうか言い慣れないんですけれども、あ、ちっちゃいのがありました。そう、あと明日の8期の配信も見てください、皆さん。月の配信9時から解禁スペシャルやるので、見て、じゃん、見て、お水につけないと枯れそうなので、見えてるかな、あ、かわいい、見て、はいチーズ、はいチーズ、かわいい。毎年欲しい大きいリボン。かわいい。で、アップすぎ。はい、チーズ。ポケモンにいそう。確かに。かわいい、くまモンにもリボン、もうリボン大好きなんです。あとこちらもかわいい、見て、これ家反射してないよね、大丈夫かな。あと3分、え、待って、こっちかわいい、こっちもかわいい、え、かわいい、みんなスクショして、はいチーズ、このあのガルアワの時の衣装とだから、こっちも写ない、え、後ろ白いリボンだかわ、あ、白いお花だ、かわいい、はいチーズ、はいチーズ、はいチーズ、ねえ、かわいい。そう、お花はねもう枯れちゃうから今のうちにスクショしておきます。はい、あ、そうだ、あと時間がない公演も出演しますし、7月2日に、明日は明日のルカの予定は明日の21時からあの SK48 解禁スペシャルがあるので、ぜひ見てください、ライブの。あとグッズも8期生のグッズも、あの
販売開始されてるんですけど、あのこんな感じ、ルカ大きいリボンしてるんですけど、もう全部ね見どころなんです。グッズはもう全部ゲットしてほしいですけど、そうなんかね、本当にあの嬉しいことに、忙しい日々をね過ごしてるんですけども、体調だけは気をつけて、なんか SNS とかブログとかもちゃんと更新しようと思ってるので、あの本当にあの気長に待っていててくださると嬉しいです。ルカも最善尽くすので、とりあえず体調崩さないようにだけは本当に気をつけて毎日過ごすので、皆さんも体調だけは、本当にみんな体調だけは第一にあのしてください。あとローモバもやってるし、あと写真集も11月13日の水曜日に発売されますし、あのいろいろ情報をこれから出てくると思うので楽しみに待っていてください。あの SNS も告知が多くなっちゃうと思うんですけど、あの全部大事な告知なのでチェックしてくれると嬉しいです。ハートありがとう、みんなこんな時間に見てくれて、明日からも頑張ろうね。ありがとうみんな、いつもありがとう、これからもよろしくね。バイバーイ、ありがとう。バイバーイ、トッカーありがとう。みんなもいっぱい休んでね。